すべてのブロックが食べれてしまう世界で、マインクラフトやっていこうと思うんですけど、まあ、パート1、パート2、パート3でね、本当は動画が終わる予定だったんですけど、まあね、コメントでまだ食べてないブロックがあるよってことで、今回はね、その食べてないブロックを食べて、すべて食べ終わったら、ゲームクリアということで、早速、やっていきましょう。そしてね、一応番外編になるんですけど、番外編の最終目標は、ウィザーを倒してね、ネザースターを取るということで、ネザースターを食べたら、番外編終了ということで、まあ、実質今回の動画はね、パート4になるんですけれども、早速ね、今回も、いろんなブロックを食べて、デブになっていきたいと思います！その前に皆さんね、チャンネル登録、高評価、絶対によろしくお願いします。それではね、パート4。やっていきましょう。あと、このシリーズ意外と人気なんですけど、そんなに、僕太ってほしいですか？この動画のサムネ、大体僕デブなんですけど。どうもみんなのアイドルサンドです！お待たせいたしました待ってたか知らんけど。ということでね、今回はですね、食べくら前回ね、パート3でエンダードラゴン倒して終わったんですけど、なんかね、コメント100件ぐらい来てて、なんかもっと食ってください、もっと太ってくださいみたいなさ、コメントとか、このブロックとかこのアイテム食ってなくないですかみたいなさ、俺に太ってほしいのかなみたいな感じのコメントがめっちゃ来てて。で、今回ね、ちょっと食べくらのパート4番外編ってことで、コメントからね、食べてないものをちょっと見つけて、あ、これ食ってなかったわっていうものをね、ちょっと最初に紹介して、いきます。ちょっと撮影するのが久しぶりだからさ、ちょっと口が回らないかもしれないわ。ということで、久しぶりにやるということでね、まず早口言葉をやって、まあ、俺のまず滑舌をね、よくしていこうということで、じゃあ早速、早口言葉タイムをやっていきたいと思います。今回言っていく、早口言葉は、これゆっくり言ったら読めるからね。新春シャンソンショー。遅口言葉になってるわ。これね、3回連続言ってきてもらいます。いきます。これがね、言えたら皆さんぜひぜひね、チャンネル登録と高評価、絶対にお願いします。それでは、いきます。新春シャンソンショー、新春シャンソンショー、新春シャンソンショー。言えてる！ということでね、今回視聴者さんからね、リクエストいただいたものを食べていくんですけど、このブロックをね、全部食べていきたいと思います。まず一つ目、レンガブロック。レンガブロック、前回のパートで俺食った気がするんだけどな。めんどくさくね、食ったことにしようぜ。まあ、レンガブロックも食ったんで、まあいいだろ。と、氷ブロック。で、これね、結構多かったんですけど、ガラスブロック。で、不死のトーテム、エンチャント台。で、これが、オーバーワールドに存在するものだね。で、もう一個が、これね、俺完全に忘れてたんですけど、俺、ネザライトの鉱石食ってねえな、そういえばと思って。これはオーバーワールドにあるものすべて手に入れたら、ネザライトの鉱石。で、最後に、エンドシティにあるエリトラと、プルパーブロックっていうのがあって、それをね、ちょっと今回食べて、で、最後にね、ウィザーを倒したらね、手に入るネザースターを食べて、今回ね、終わりにしたいと思います。それでは早速、やっていきましょう。で、その前にね、俺個人的にさ、食いたいのがあって、こいつ、ゴーレム食ってなかったってことで、ちょ、ゴーレム食います。こいつさ、殴ったりしてこないよね。あー！殴ってくる！いやー！待って待って！そうですよね！殴ってきますよね！待って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 ！あ、ここいれば安全。ほら！はい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 、ゴーレムさ、いった！じゃあ簡単なのからやっていくか、とりあえず。まあ、粘土とかさ、すぐ作れるのと、あとガラスもね、作れるし、あと、ダイヤモンド。あ、そうだ、俺前回ダイヤモンド食っちゃったんだ。ないわ。ってことは、ダイヤモンド2つ手に入れて、エンチャント台とか作んなきゃいけないのか。めんどくせえ。あ、めんどくさいとか言ってないですからね。めっちゃ楽しいな！じゃあ、とりあえず、粘土ブロック探して、レンガ作っていかないといけないんだけどさ、粘土ブロックとかってどこにあんの？粘土。なくない？ここら辺にあんのかな？これ海だよね、これ。これなくない？ちょっと探すわ。待って、もう夜になるんだけど！待って待って待って、ここら辺水辺にあるよね。あ、ある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 ！あるじゃん、ここに。とりあえず、じゃあ、粘土ブロック。粘土系をこれ回収して、よし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 。あ、浮いてきて、なんかぷくぷく浮いてきてる。金玉みてえだな、これ。よーし、これで、粘土玉食ったらどうなのか、早速行ってきましょう。いただきます！な、もうなんないよね。だと思ったんよ！もうね、結構さ、これ食ってくださいみたいなのコメントあるんだけどさ、大体俺さ、食って
ってるんだよね。で、何もないからさ、カットしちゃってんのよ。何もないっすよ。なんで俺こんな怒ってんの今日。ああ、びっくりした。ああ、やめろお前、やめろよマジで。とりあえず砂焼いてガラス作って、あれだね、どうなるかだよね。ちょ、一回とりあえずパート1で砂食ったんですけど、ちょ、もう一回食ってみるか。もう最悪な効果がつくんよ。もう動画的に最悪なんよ。でもね、これ砂食うとさ、一応水中呼吸とかつくから、これ結構いいよね、水中呼吸。まあ、あとは言えないっす。じゃあ次ね、ガラス食いたいと思います。ガラスどうなるんだろうね。砂は今みたいな効果ついたから、ちょ、サクサク食っていきましょう。いただきます。すごい透明感になるんだ。いて、待って、いて、いて、もう見えてんじゃねえかこいつ。いって、あ、すごい、が、あ、強いね。ガラス食うと透明感になるんだ。結構効果あるんすね。じゃあ次、粘土を、もうなんか透明だから俺がいないんだけど、粘土の玉をね、こう4つ並べると粘土ができると。で、こう粘土も食ってみよう。粘土も、粘土食うって、なんか保育園の時に粘土食ってたな俺。まあいいや、いただきまーす。あ、粘土は何もなんないわ。で、これさ、レンガにしてもさ、何もならないパターンでしょこれ。知ってるんだ俺。どうせ何もつかねえから、こういう時って。あ、え、テラコッタ、待って待って、え、え、レンガってどうやって作るの、作るの、ちょっとレンガってどうやって作るんすか。調べてきたんすけど、レンガはあれか、粘土の玉をこれ焼けば、これレンガになるのか。あ、俺初めて知ったわ。いや、マイクラやっててさ、レンガブロックって作ることなくない？いや、俺だけか。まあ、とりあえずこの普通にレンガ食ってみるか。ちょ、いただきます。あ、なんかついたんじゃない？さすがに。なんもついてない。じゃあ次、このテラコッタ。ちょ、食っていきます。いただきます。なんもつかん！よーし、これでこの4つのレンガを組み合わせることによってレンガブロックができると。じゃあ、このね、早速作ったレンガブロック、出来たてほやほやの、いただきます。待って待って待って！お前さ、マジ！うっせろ！うっせろ、クソゾンビ！うえぇ！あれ？レンガどこ行った？あれ？え？あ、え、あ、え？あ、レンガ食ってた。え、何も起こんなかった。ちょっと、おい！おい！お前のせいでよ！せっかくのお前食事のシーンが台無しだお前。なんか食ったか食ってないか分からねえタイミングでブロック消えたわ。まあ、とりあえず今んとこ作ってさ、ガラスブロックしかなんか別に効果つかなかったよね。マジか。じゃあ次、あれだね、エンチャントテーブルちょっと作るためにダイヤモンド探しに行くか。めんどくせえ。おい、マジかよ。お、前回食っちゃったじゃねえかよ、マジ。エンダードラゴン倒すときにさ、エンチャントテーブル作るなら本とかも確か必要だよね。本、あ、本、あ、そうだよ。なんか要塞めちゃくちゃ本あったからさ、ちょっと本取りに行こうぜ、要塞に。ちょ、そっからだわ。で、要塞にもしかしたらね、ダイヤモンドあるかもしれないから、ちょっと要塞行きまーす。どこ、あー、やっとあった。ここにあったか。もう、めっちゃ探したわ、お前。もうどんだけかかったと思ってんだよ、ここ来るまでに。30分かかったわ。よし、まあ、こんだけ本あれば十分で、あとあれだよね、ダイヤモンド。な、ここのさ、要塞にさ、なんか2、3個ありそうじゃない？ちょ、探してみようぜ。そういえば俺さ、要塞でさ、このブロック食ったっけ？このブロック。こう、苔蒸したやつ。苔蒸したやつもなんかさ、食ってくださいみたいなさ、コメントあってさ、で、ひび割れ、ちょっと待って、苔蒸したレンガブロック食おうかなって思ったらダイヤモンド出てきたんだけど。え、待って、ちょっと待って待って待って、おい、マジかよ。おい、待って待って、とりあえずじゃあ、ちょ、いっと、ま、落ち着けお前。え、とりあえずちょっと苔蒸したレンガブロック食います。うん、何もつかない。うん、石レンガも、何もつかない、何もつかないね。はい、もう、死んでください。え、待って、マジで、ちょっと、いただこう、ダイヤモンド。1、2、3、うわ、4つ！マジ？これは神すぎる！やったぜ！もうエンチャントテーブル作れるじゃん、これで。ラッキー！ラッキージャムジャム、ヘイカー、ピョン、パパラピョン。そうだ、黒曜石が必要なんだ。めんどくさ。地味にめんどくさいのが一個残ってたわ。俺結局さ、黒曜石なんやかんやでなんか全部食っちゃったっぽいからさ、もう探さないとないんだけど。めんどくさ。ちょっとマグマ探しに行くわ、洞窟に。ちょ、マグマ洞窟に流れてるだろ、さすがに。
待って待って待って、またダイヤモンド見つけた。え？え？マジ？いいんですか？え？やった、あ、1個だけど、よーし、ラッキーで黒曜石もあると、よーし。え、待って、今回俺運良くない？なんかやらせしてるみたいな感じになっちゃってんじゃん。で、いつでも落ちていいように、まあ、黒曜石を食っておくと、これが大事なんで。オッケー、じゃあちょっと掘ってくか。よーし、これでエンチャントで作れるだろう。エンチャント台は、確か黒曜石を置いてダイヤモンドで、で、本でしょ、これで合ってるはず。よーし、来た、エンチャントテーブル。よーし、これさ、結構作るの時間かかるからさ、これさすがになんかの能力つくでしょ。じゃあ、いただきます。なんもついてねえ。おい、ふざけんなよ、おい。めちゃくちゃ時間かかったのにさ、エンチャントテーブル作るのに全然何もつかねえじゃねえか。お前なんかあんだけ本使ってんだから、お前あの知識ぐらいよこせよな。オーバーワールドでは次最後なんですけど、次、不死のトーテムだね。不死のトーテムちょっと探していこう。不死のトーテムってどうやって手に入れんの？わかんないんだけど、ちょっと調べるわ。ってことでね、一旦村に戻ってきたんですけど、不死のトーテム手に入れるには、エボーカーを倒さないといけないらしくて、で、そのエボーカーはどこにいるかっていうと、森の洋館にいるらしい。ってことで、森の洋館向かうか、あるかな？森の、あ、でも、見て、あそこにさ、ダークバイオームの、なんかようわからねえ変なバイオームがあるんで、急に適当になんな。ちょっとあそこのさ、森探索すればさ、もしかしたら、森の洋館あるかもしんないから、ちょっと探しに行くわ。そういえばさ、この動画がもう投稿されてる頃にはさ、マイクラのさ、新アプリが追加されてるかもしんないんだけどさ、あれやばくない？ウーパールーパーがさ、次のアップデートで追加されるんですよ。皆さん知ってますか？ウーパールーパー。ウーパールーパーは知ってるか？で、あとさ、ウーパールーパーで思い出したんだけど、俺、小学校の時にウーパールーパーって言っていじめられてたわ。マインクラフトさん、僕はとても今悲しい気持ちです。ね、全然見つかんないんですけど。ね、全然ないんだけど。え、森の洋館ってさ、そんなにないもんなの？ねえ、もう抜けちゃったよ。ああ、ああ、あったー、やっとあった。おい、もうさ、どんだけ探したと思ってんだよ、こっちとらよ。こん中にさ、エボーカーがいるんだよね。よし、もうぶち殺します。もう全然、ちょっと待って、全然入り口がないんだけど。あったあったあった、入り口だ。よしよしよし、俺反対側から帰る、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 帰る。よーし、入っていくぜ。いや、やっと見つけたからな。ちょっと散策してこうぜ、いろいろ。こう、森の洋館にしかないブロックとかもしかしたらあるかもしんないから、ちょっとそれ探してこう。俺ちゃんとサバイバルできたの。あー、待って、お前うせろ。あ、いたいたいた、エボーカーだ。エボーカーいたぜ。よし、ラピスラズリ食って。あ、結構エボーカーっている。うわー、待って待って待って、クリーパーもいる。待って、危な。あ、今のがエボーカーか。ちょっと待って、エボーカー食べてもさ、多分何も出ないと思うから、村人と多分こいつ同じ判定だと思うから。おー、待って、やべ、あー、危ない。あ、待って、旗食ったことないかも。旗食おうぜ。あれ、あー、特に何にもつかねえか。いやー、まあ、なんかエフェクトつく食べ物意外と少ないのかもね、こう考えたら。おー、待って、めちゃくちゃできるんだけど。おー、いた。よし、落とせ落とせ、フシのノーデム落とさない。待って、バカみたいにできる、やばい。待って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 、敵来すぎだろこれ、どう考えても。待って、これさ、立って持ってこうぜ。あ、こうなんか、あ、待って、やばい、待って、死ぬ。さすがにもう無理、もう一回来るのはもう無理だよ。よし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 、死ね。よーし、さあ、あー、レコード、レコードってさ、これ結構あれだよね、なんかレアアイテムなんだよね。ちょ、レコード食ってみようぜ。レコードどうなるんだろう。音楽流れるとか。待って、耳を澄ませばちょっと音楽聞こえてくる。よい雨に爪はじき、悲しみに鼻出し腹こもり、え、あなたふわふわふわフラミンゴ。あー、来てる。待って、脳内お肌畑でした、ごめんなさい、痛い。待って、強、こいつは強、待って、強、待って、強くね、全然落とさない。待って、待って、不死のトーテム全然落とさないんだけど、こいつら大丈夫か。
待って、エボーカーってこいつのこともしかして、待って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 、死ぬ行けー、嘘ー、はぁ、あ、よし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 、間に合った、あー待って、お前待って、マジ待って、お前マジ待て、やべ、あーなんか出てきた、はぁ、待って、あぶねーあぶねー、マジで、よし、ちょ、近くの村リスポーン地点にしといてよかったわ。ちょ待って、このさ、飛んでるこいつムカつくんだよな。なんだよ、こいつ。おい、なにお前、なんて言うんですか、名前。名前なんだっけ、こいつ。なんか、小人みたいな名前。待って、なんか、この古文強くね。これ、痛い、待って、一旦絶対。ちょ待って、一旦逃げよう。死ぬ。よし、落ちてる、牛のノーデム。よし、待って、お前マジ。やめろ。お前マジでやめろ。ちょ、もう、撤退しよう。一旦撤退する。逃げるんだよー。ああ死ぬ。待って、こいついつまで追っかけてくんの。あ、待って、あ、ラピスラズリ。待って、めっちゃスピード。おお死ぬ。こいつがいつまで追っかけてくんの。痛い。待ってもう永遠に追っかけてくんじゃん。ちょっと待って、やばすぎるって。よし、とりあえずね、ちょっと離れたんで、このフシのトーテム食いたいと思います。あいつらも追ってこねえよな。よし、じゃあ早速いただきます。おい、なんも来んねえのかよ。おい、めっちゃ頑張って探したのに。ちょ、とりあえずさ、なんかめっちゃ悔しいからさ、この森の洋館だけちょっと制圧しようぜ。一瞬で終わらせます。よし、逃げろ。待って、エボーカーまたいる。こいつ倒して。あー待って、強すぎな。待って、やばい、金のインゴット。これ強すぎ。こいつエボーカーじゃなかったんだね。俺、名前完全に間違えてたわ。エボーカーはあの、呪文使ってくる方か。あの、斧持ってる方は、ピリジャーだ。もう声がおかしい。お前マジ。あー、収支のどでも落とした。これでちょっと死んでもいいよの保険。死んでもいいよの、ちょっと持っとくわ、左手に。待って、ガチやばい、逃げる。よし、ちょ待って、よかった、逃げ切れた。あぶねえ。よしじゃねえよ、バカ。もうなんかあの、本当はおまけパートでやろうと思ったけど、結構長編作品になってるわ。ということでね、次回は、ネザースター、挑戦します。森の予感辛すぎ。